はい、私は現在有料記事の販売をノートでやっていますが、そのノートの手数料ですね、例えば1000円のものが売れました。それで、手数料とか引いた、要は1000円のものが売れて私のとこに入るお金が585円と、さらにここから振込手数料が270円引かれると儲けはどれぐらいでしょう。いや、思ったより利益がないなということで、ノートの手数料について調べてみました。これノートのヘルプセンターです。コンテンツを販売する際に引かれる手数料ということで、下記の手数料を差し引いた金額をお振り込みしますと。まずは決済手数料。クリエイターご自身が登録されている決済手段ではなく、購読者の決済手段によりますと。で、クレジットカード決済の場合は売上金額の 5% が引かれますよ。携帯キャリア決済の場合は売上金額の 15% が引かれますよっていうことです。そして、ノートというプラットフォーム利用料、これが差し引かれます。売上金額から決済手数料を引いた金額から差し引きますと。有料記事、有料マガジン、サポートサークル、これが、10% 差し引かれる。定期購読マガジン、これは 20% 引かれるっていうことです。さらに先ほども言いましたけど、振込手数料、売上金の支払いをしたときに270円差し引かれるということで、先ほど一番初めに見ていただいた、例えば1000円のものが売れるとノートで各種手数料が引かれて585円振り込まれると。さらにこの585円を振り込んでもらうと270円引かれますよと。ただし、振り込み依頼をこの時点でしたら270円引かれるけど、例えば1万円とか2万円とか総額がその額になった時に振り込み依頼をすると、まあその額から270円引かれるだけなんで、まあできるだけ貯まってから振り込みしてもらった方が270円引かれるだけで済むと。この585円の時に振り込みしてもらうと270円引かれるので利益がほとんどないということになります。はい。そして今有料の、その自分の記事を販売するための、プラットフォーム、これは今のところ
皆さんノートを使っておられるようなんで、これが一番主流かなと。あとはブレインですね。だけど手数料が引かれと、とんでもない、とんでもないって言ったら欲しい、半分までいかないかな、見ていただいたこの手数料が引かれますよと。そんでその昔は私は DL マーケットを利用していましたが、DL マーケットは2019年6月28日をもってサービスを終了しましたということで、 DL マーケットがなくなった後はパブーを利用していました。ただそのパブーも、2019年9月30日に閉店ということで、有料の記事を販売するプラットフォームが現時点ではノートとかブレインしかないと。それであとここならっていうのがあるんですけど、ね、自分のスキルを売るというここならもありますけど、これはね、ノートは売り上げがありましたけど、同じものを販売してるんですよ。同じものを販売してるんですけど、ノートは売り上げがあるけど、ここならは一度も売り上げがありません。だからここならとノートを比較しただけでも、ノートの方が売れやすいということが私の場合言えます。はい、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。